も動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回から突然ナレーションを入れることにしました。 AP トライクを購入して半年とちょっと、走行距離にして2300キロの現在、毎日の保育園の送迎や近所への家族での移動に大変便利に使っており、本当に購入してよかったと思ってます。その間に故障と言えるような部分が3箇所ほどありました。基本的には AP トライクを購入して大変満足しているのですが、こういったネガティブな情報も共有した方がいいと思いましたので、今回動画にまとめてみました。購入を検討されている方などの参考になれれば幸いです。今回の動画の内容は、故障した箇所、1、フロントガラスの雨漏り、2、燃料系の不具合、3、ワイパーの根元が折れた、おまけでバッテリーバンドがちぎれた、最後に半年とちょっと乗った感想と走行系に不具合が今までなかった理由、個人的に思うところをまとめてみました。フロントガラスの雨漏りですが、購入して3ヶ月ぐらいに車体をつないでいるコーキングの部分が劣化して溝ができてしまっておりました。またワイパーの根元を保護するゴムの部分もガッサガサになってきていました。ゴムのひび割れを埋めるコーキング剤を自分で買ってきて、不器用ながらマスキングをしながら、塗ってみました。手先が器用じゃないので、まあなんとなくこんな感じかなっていうふうにやってみたんですけども、まあ結構ベタつくこともあって、なかなかうまくいかずガッタガタです。ワイパーの根元のゴムもかなりガタガタだったので、まあとりあえずちょっと補修しておこうかという感じでモリモリモリっと持ってみたんですけども、まあ仕上がってみたら、まあ見た目通りガタガタ、まあ走行中とかあんまりジロジロ見る人もいないんでいいかなという気軽な感じで直しました。フロントガラスの下の部分も一部コーキングが剥がれて地のシルバーが出てきているようなところがあったので、まあ気持ち程度ちょっと上の方塗ってみようかなっていうような感じでやってはみたんですけれども、まあ、あまりうまくいかず、まあ多少ガタガタというか、まあ遠目に見ればわかんないかなというような感じの仕上がりでフィニッシュしております。流れとしてはかなりガタガタなのですけども、雨漏り自体はまあしなくなりましたので、今回はまあガタガタだけども遠目で見なければまあ収まってるかなというような感じで納得しております。次に燃料系の不具合なのですが、初期型の車体なので燃料系がデジタルではありません。現行とは違います。
初期型の古い、まあ、いわゆるバイクの燃料系なんですけれども、購入して半年ぐらいでエンジンを入れるとフルの状態にはなるんですけれども、いくら走っても、針は減らないでフルの状態のまま、一応エンジンを切ると下の方には戻るという現象が発生しました。したらエンジンをかけても針は下の方のままということで、針自体が動かないような状態になってしまいました。以前燃料計がスピードメーターにないタイプの株に乗っていたことがあって、その時は走行距離計を見て走行距離に応じてガソリンを入れてました。なので今回は特に修理はしないで200キロぐらい走ったらガソリンを入れる感じで対応する予定です。アライブプラスさんの補修パーツでセンサーユニットというのがあるので、直したくなったら交換部品を頼んでみようかなと思ってます。購入して7ヶ月ぐらいでワイパーの根元のボトルが突然折れてワイパーがガクガクになりました。発売元のアライブプラスさんに問い合わせをしたところ、補修パーツを個人でも頼めるということでしたので、ワイパーフレームを頼んでみました。即日出荷していただきまして本当にありがとうございました。翌日には届きました。最近あんまり雨が降らなかったものなんで基本的にはちょっと放置していたんですけれども、根元のボルトが折れているのでガクガクで基本的にはワイパー動かせない状態でした。で、これが届いた新品のワイパーフレームなんですけれども、ネジで止まってるのかなと思っていたんですけども、リベット状態のもので止まっていたみたいです。ワイパーの根元の部分を 10mm のレンチで外して取り出すだけでですね、ぐるぐる回せば、まあ、基本的にはパコッと抜けますので、それで取ることは簡単に取れました。こうやってこうアップで見ると自分で補修した根元のゴムの部分がすごくやっぱり汚く見えますよね。何かこう流用できるようなパーツがあれば、そういうゴム製品をなんかパコッとかぶせてみたいなとも思ってます。最後にボルトを締めて一応お取り付け完了と。ただまあちょっと最終的にはやっぱり曲がっていたので、もう一度ちょっと場所を見ながら締め付けたり直そうかなと思ってます。
ぱりちょっと左にかなり寄っちゃってるので、まあもう少し様子見ながら直してみようと思います。最後におまけなんですけれども、運転席の下にあるバッテリーを止めるバンド、ゴム製がちぎれました。アライブプラスさんの補修パーツ、バッテリーバンドというやつですね。ちょっとアップにして見ていただくと、割とわかると思うんですけども、脆いというかガビガビですね。半年ちょっと AP トライクに乗ってみて、ちょい乗りトライクというコンセプトの乗り物ですし、基本的には長距離走行を想定した乗り物ではないと思います。保育園送迎車として毎日のように乗っていますが、現在走行系に不具合は全然ありません。毎回の走行距離が短いことや、購入4ヶ月でタイヤ交換とエンジンオイル交換、デフオイル、ギアオイルを交換しましたので、ギアチェンジ時に引っかかったりすることもなくなって、エンジンの回転も非常にスムーズになりました。走行時の振動も軽減されましたし、タイヤを変えて吸い付くようにキビキビ走ってますので、タイヤ交換も振動などを軽減する効果はあったのかなと感じてます。そういう条件なんかもあって、今のところは走行系に不具合が出てないのかなと個人的には感じております。全体的にはゴム系の劣化がすごく早いもんだって、タイヤも一応ゴム系ですし、走りも見違えるようになったので、タイヤも変えてよかったのかなと思ってます。未完成な部分も含めて、すごく愛着の湧く乗り物だと思いますし、ユーザーのライフスタイルに合わせてカスタム可能な点などもすごく楽しめる部分だと思いますが、弱い部分も含めて徐々に改良されていい方向に成熟していける乗り物になればいいなと思ってます。少しでも検討されている方や納車待ちなどの方の参考になれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。